応援、元気のプリキュア、キュアエール。みんなを癒す知恵のプリキュア、キュアアンジュ。みんな輝け力のプリキュア、キュアエトワール。このプリキュアの声優を担当することが決まった時のお気持ちと、プリキュアシリーズに対する思い、こちらをそれぞれお聞かせ願いたいと思います。私自身はその、オーディションを受けた日の夜にマネージャーさんから連絡が来て、合格したよとご連絡いただいてですね、まさか自分の身にこんなことが起きることはあるのかっていう衝撃でいっぱいで、もう胸がいっぱいになってしまって言葉が全く出なくなるぐらいびっくりしてしまったんですけども、頭が真っ白になってしまって、自分の身に何が起こっているのかもよくわからないまま、ふわふわして地に足がつかないままずっと時間を過ごしていたんですが、初めて、キュアアンジュとしての声を取らせていただいた時に、本当に私なんだなっていうのを改めて実感することができました。私自身も実はこうプリキュアを、幼少期に見て育った世代なので、そんなプリキュアを見て育った自分が今度はプリキュアになる番がやってきたということで、まさか私も自分がプリキュアになれる日がやってくるとは夢にも思っていなくて、で今日もまだ夢の中にいるような感じで、すごくドキドキワクワクしているような、そんな気持ちでいっぱいなんですが、皆様がそれぞれ担当されるキャラクターの魅力とご自身との共通点やもしくは異なる点があれば教えていただけますでしょうか。偶然にもその前髪が一緒で、こうこの作品を関わってからこの髪型にしたんじゃなくて、もともと前髪が一緒だったっていうその共通点はびっくりしたんですけれども、サーヤは辛いものが大好きなんですね。で私も辛いもの大好きなので、すごいなんか意外な共通点があってちょっと嬉しいです。何があるかなと今ずっと考えていたんですけども、私もファッションとかでおしゃれがすごく大好きなので、こうまれちゃんに負けないように、はい、自分演じるのは自分なんですけども、おしゃれとかは、日々研究しているところだったりとか、アフレコの時にその皆さんの中で印象に残るような出来事とかエピソードとか面白い話があったら。そうだろう、なんか毎回美味しいお菓子はたくさんスタジオに、食べ物には困らない、困らないですねなんか毎週毎週、今週はどんな美味しいものがあるんだろうなってちょっと楽しみにしているところもあったりします。3人で合わせるセリフがあるんですが、やっぱりまだこう回数を重ねていく段階なので、なかなかこううまく揃わなくて、現在こう3人ならではの、このハグプリならではの合わせ方を研究中で、先日生まれたのがこう手でやるんですが、ちょっとダチョウ倶楽部さんに今までになかったやり方でちょっと挑戦したり、そんなことで盛り上がったりしてました。今回のハグッドの、バトルシーンの推しポイントというか、こういうところがかっこいいっていうところを PR をお願いできればと思います。お願いします、はい、今回の推しというと、今までとちょっと違うといいますか、原点回帰といいますか、やはり、拳を使って戦うというところが熱いポイントなのかなっていう個人的には思ってまして、もう本当に気合い入れてはーっと殴るので、もうドスの効いた声にもなってしまうかと思うんですけれども、毎回バトルの後ちょっと疲れる感じがそう、ね、全力で息がちょっと上がっちゃう感じがありますね。以上で会見を終了させていただきます。キャストの皆さん、プリキュアの皆さん、どうもありがとうございました。大きな拍手でお送りください。